皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年8月の20日、14時40分、数年前もそうだったんですけども、姉が僕の家の鍵を持っていて、先ほど、また鍵を複製していたみたいで、家の扉、鍵開けて無理やり入ってこようとしたので、取り上げました。で、鍵がどうなったかって言いますと、こちらの方で、断線しました。断線させておきました。複製されないようになんですけども、世の中、佳子様へのメッセージ、佳子ちゃんという言い方の方がいいのか、もはや佳子さんと言った方がいいのか、僕もどう表現したらいいのかわからないっていうのは、インターネットのその僕の心の声との会話の部分の映像が全てなくなっています。で、これに関してはテレビ局が行っていると断定します。AI ではありません。ということは意図的であり、恣意的であり、作為的であると。隠蔽に次ぐ隠蔽で、ずっとこの世の中を、いや、だから僕は心の声でね、なんかわからないっていう声とか聞こえてきてるんですけども、今先ほど電波で僕の動画を見た人間だと思うんですけども、僕は心の声で、佳子ちゃんと受け答えしてる内容、補助参加人参加人として来るだとか、共同訴訟人として、来るだとか、それにしますだとか、そういうふうな受け答えのところの映像とかも、またそれはそれで確認してみますけど、他の動画でも僕との受け答えを教える部分のところ、大体削除されています。で、これは国連という形で、物事を見なかったら、コンピューターの作動の仕方とかも、一部異常になります。法律に関して、かなり身勝手な法解釈を行って相手を攻撃するという性質を、コンピューターや、人間が持っている、そういう部分がありますので、で、この時点で、クミート様もアウトおっしゃられてましたし、能登半島のその地震の件の時の、その現場、被災地に行かれた時ですね。だから本当は、佳子ちゃんも、他のどうでもいいコムなんか、ほったらかしにしておいたらいいから、被災地とかに行って勉強するべき。で、そのエネルギーの残存問題に関して、その地面の底の空洞化、年間200億トン分ぐらいの空洞化が、石油、ガス、金属類の採掘、石炭も含めて、そういったもので、200億トン分ぐらいの空洞化が発生していますと。で、それプラス河川の底から水が抜けているので、それはそれで、地面の底は空洞化が広がっていきます。で、それに、そういうふうな部分から地震が発生している、その消費社会から抜け出さなければならない。これを、何度も言ってるわけなんですけども、そういう中でね、鍵の複製をまだしてる連中っていうものが、この世の中に結構いると思うんです。で、そういった奴らを、これ、2回目ですから、フミトさんも会うとおっしゃっていただいてますが、その僕が例えば9月5日の件に、佳子ちゃんとか、真子ちゃん、久人君とか、小室圭君が来なかったとしたら、誰も連絡先が、入手できなかった場合、僕はいつ東京に行けばいいか分からなくなるんですよ。で、今のこの裁判状況を考えると、今年、もともとは、その11月下旬か、12月ぐらいに、佳子ちゃんに会いに行くとは言ってましたけども、日程が分からないんですよ、そちらの、公務の日程が。で、もう一度言いますけども、その右翼団体とかに潰しかけてたのは僕ですし、で、一部そいつらの残党とかはまだ調子乗ってるっていうところがあるんですが、
その元をたどっていくと、まあ、もともと多分1956年の売春防止法だと思います。だからそれまで政府の中にも、大企業の、それなりの立場の人間の中にも役員含めて、金で女を買ったり、女が金で男を買ったりだとか、要するに奴隷社会が、性の世界まで平気で行われていたと。で、そのはみ出し者の連中たちが多分右翼団体だと思うんですよ。で、その総本山は、残念ながら東京都であって、テレビ局もその性質がかなり強かった。で、それを、何十年もかけて、まあ改善していったと。例えば音楽業界だったら、バンド名もそうなんですけども、曲、歌詞に関しても、エロワードが入ってるものはダメだよと。もう解散してもらうよと。刑法175条の、200万円以下の、罰金だとか、他の罪を轻過するだとか、まあそういうふうな形になるっていうような形で、物事を進めて。この間、昨日、僕の方で、まあ、佳子ちゃんや、音楽業界の人たちへのメッセージで、見てもらったら分かる通り、もうテレビ出てる人たちは僕と皇室の人たちとの関係とかは知ってますから、だからまあ、佳子ちゃんって要は自然だっていうことで、ほとんどの人間は意見まとまっています。で、まあ、佳子ちゃん自身も顔がかなり今まで自分がその20歳ぐらいの頃の顔と、まあ、黄色い服を着ていて、一般参賀の時に、まあ、外に向かって手を振ったりする、ああいうふうな行事の時の、あの時の顔と、全然違うでしょう。で、その20歳の頃に関しても、記者会見の時の顔と、後部座席に乗ってどっかへ、行ってる時の、その時はね、髪の毛の長さ、まあセンター分けで髪の毛の長さがこれぐらいのところだったと思うんですけど、全然違う顔です。で、他の顔もそうですし、あと今年動画で公開されていた、一応テレビのニュースでも公開されていた工芸品の総裁としての、公務の時の顔は、その顔は多分、まあちょっと愛子ちゃんが入ってると。まあ、ギリシャの時は、まあ、三笠宮家の彬子さんの顔が入っていると。で、ギリシャに訪問している時に顔が極端に綺麗になっている、その佳子ちゃんの様子を見ると、してることとね、顔がどうなるかっていうことを考えた時に、かなり変なんですよ。この社会全般で見ると、その佳子ちゃんだけをこうどうこう言ってるんじゃなくて、もともと髪の毛、子供の頃とか義務教育で髪の毛染めたらダメだよっていうことを教わっていて、で、髪の毛染めてたからテレビに出ているっていうような人間の方が圧倒的に多いんですよ。悪いことをした人間の方がじゃあ稼げるのかっていう話になってしまうんですよ。で、テレビの報道はフェイクニュースを今でも放送している。こうなってくると、悪いことをしてる人間の方が稼げるのかっていう話に変わってしまうんですよ。ここを全員で真面目に対処しなかったら、すでに社会崩壊はだいぶ前から始まってるのと同時に、改善も同時に行ってる。ただし、それはほとんど僕が起点になってることであって、ほとんどの人は率先性がまず見当たらない。そういうレンタルショップとかを潰すのに積極的に動こうとなかなかしない。一部の人たちはしてくれてるんですけども、まあ、そういう部分も含めて、そのまあ、フミト様は会うっておっしゃってましたので、その9月5日の件で、カホちゃんと会えなかった場合、どうしたらいいのかの答えがなくなってしまうんですよ。で、秋篠宮邸とかで僕を宿泊させてあげたらいいのに、
皇居とかで囲まればいいのに、そのホテルに宿泊させようとしていたのもはっきり言って変ですし、まずホテルの受付にいた人間もあの時見ましたけども、あのテレビ朝日の近くの、まあ男性のものが多かったんですが、髪の毛染めてるものが多かったです。海洋基本法違反だけじゃなくて、基本的にそれはエロ業界と深くつながってるっていう性質のある連中です。不良化、ヤンキー化してます。そういうところも徹底的に調べたら、ただ単に外資系っていうことだけで、テレビのニュースにしづらいだけで、まあ一部では、まあ、放送とかされてますけども、いろいろ捕まるようなこと出てくるんじゃないですか。あとホテルに泊めるときに、あの時まこちゃん、そのお金渡してくれてないじゃないですか。そのままホテルで宿泊したとき、あれどうなるんです？他の人でね、まあ、全然ホテルとは違うんですけども、そのテレビ局の仕事か何かでコスプレで海外行って、で、請求書の話をね、そのような途中からされたんですよ。請求書が回ってきたらどうしますかって。ちゃんと自分で払わなきゃどうなるか分かりますかって。あのホテルの泊まらせ方もまこちゃんのしてることは変と言えば変なんですよ。それ社会的地位だけでその部屋を借りようとしていました。それはそれで無理がありますよ。向こうは向こうで商業原理で動いてるはずですから、民間企業は倒産ももちろんありますし、そこでそのお金を払わなかった場合、そこはどういうふうな動きを見せてくるのかわからないっていう部分もあるんですよ。その外資系として、あの時はテレビ朝日の近くにあるホテル、あれは何でしたっけ、ちょっともう名称忘れましたけども、一番変なパターンは事情よくわからない人間が身勝手に動いてしまうっていうケースなんですよ。例えば政府上層部に、世界中の政府上層部に、ハワイ・ケイスケという名前が知れ渡ってますよね。だけども、例えば、この間、ハリスさんのことを注意しました。オリンピックを、中止してくださいと。今、民主党のジョー・バイデンさんが大統領でしたけども、その前は共和党だったわけじゃないですか。でオリンピックの招致ってそれぐらいじゃなかったでしたっけ。だこれは法律みたいになかったらわからないんですけども、東京都のオリンピックに関しても2006年に東京都の、都議会が、基金を集める条例をもう施行してしまってるんですよ。2006年に施行っていうことは、水面下でいつから話があったかに関してはもしかしたらもう10年、そこからさらに10年ぐらい前、要するに1996年ぐらいの頃かもしれませんし、それだと阪神淡路大震災があったから知ることめちゃくちゃで、その当時でその話を言い出した人間はもうこの世にいないっていうケースになってしまうんですよ。老人が権力を握ってしまうと、総理になってしまうと。だから今、石破さんは、その、人格的に僕は嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないですけども、あの人も、もう67歳ですから、今から自民党の総裁になったところでの話なんですよ。もう、国会議員辞めなきゃならない年齢なんですよ。もう立候補したらダメだっていう年齢。これが責任を持つ社会であって、で、そこから先は、まあ、裁判所に呼び出されるときは呼び出されるっていう形なんですよ。で、なぜその高速道路も含めて、一般道も含めてなんですけども、まあ、高速道路みたいな一般道もあるわけじゃないですか。高架型の。あのものを、なぜ地方の方で、まあ、この間、河川の撮影に行った、まあ、一月ぐらい前ですけども、由良川の、あたりですけども、あんなに民家はほとんどないようなところで、なぜあんなに道路を整備する必要があるんですかっていうことなんですよ。根本的にしなかったらよかったんですよ、最初から。まあそういうふうな話とかも踏みとその他あってするべきでしょうし、悠仁くんとも将来は天皇陛下になるわけですから、
もうどういうふうな形で多くのものが騙されていくかっていうのは、もうこれもうはっきりと分かってるんですよ。本当は1998年ぐらいの頃からフルーツラバーグでもう話し合って、もうそれ答え出てたんですよ。留学行くからだっていうことで。そんな若いうちから留学行った向こうは向こうで、議員を辞めた後天下りがあって、民間企業の、会社で働く、まあ役員になるケースもある。そういった中で売り上げを出さなきゃならない。で、社会的地位は向こうの方が上だったりする。海外へ行くとそういう人間に巻き込まれていく。そのものの娘息子とかが同じ学校にいるんだから、まあ、これぐらい簡単なことは分かっているのに、なぜ海外への留学はやめれないのか。お互いにどこの国もですよ。これは世界へのメッセージでもあって、世界中でお互いの国に、留学するのを完全にストップさせなきゃならない。で、世界国勢税に関しても、本当のその現在の国境内の GDP と、貿易輸出入額、エネルギーの残存の問題、それと本当の人口、こういったものをしっかりと、掲載しなければなりません。本当の人口のことは僕のホームページ淡井圭介の51話を見てもらったら分かります。でこれはもう裏付けがあります。何市に家が何軒ぐらいあるのかだとか、例えば三田市に、1万軒ぐらいしか家がないのに、なぜ人口が10万人も政府は表記してるんだと、地方交付税法にそこまで群がりたいのかと、まあ、これはもう三田市 の議会やあの公務員の間でもうものすごい問題になって、叱られてます。どこも同じですよ。各都道府県全部同じです。表記してる人口の大体4分の1ぐらいです。で、東京都と大阪府と、神奈川県に関しては表記してる人口の5分の1ぐらいが妥当ですね。本当にホームページは IK 数年利益の51倍見ました。今、電波で違う人の声とか聞こえてきたんで、公室の人とは。見ました。何でも見て確認ですよ。甲子園の出場校見たら分かる。徳島なんか20校ぐらいや。高校20校しかないのに、人口は何万人ぐらいか分かるやろって。もうええか、アホは黙っとけ。早確認せ。こっちの方が上や。世界中を動かしてきた人間やぞ、こちらは。台風消滅も淡井圭介なしやったら無理や。この世界は。本当は国連のトップよりも偉い存在が淡井圭介という存在なんです。それは国連との合意のもとで作られた存在なんです。これは第一次世界大戦、第二次世界大戦、その後の戦争も誰が強いたかというか、行政の人間が強いたんです。国の人間なんです。で、血縁関係とかで、その後政府上層部に同じように登っていってるから、三親等以内の請求と同じなんです。民法責任問題で、ただしそれはもう年齢期で降りてもらわなきゃならない。で、するべきことをしっかりとしなかったんだったら、お金を国庫に返納してもらわなきゃならない。これが当たり前の。それしなかったら、意もしないのに、人がいないのにずーっとビル建てますから。まあ、なんかこの間もインターネット記事で、三宮の方の神戸市中央区なんですけども、そこもビルの開発何回かやめさせて、もう途中まで作りかけのものを全部崩して解体して、やめさせたりとかもしてるんですけども、中央区の雲井町5丁目に何か新しくまた大きなビルを作るだとか、もう意味のないことばっかりしてます。もうあとはもう企業合併しかないのに、これだけ人口が少子化進むと。で、かこちゃんとかも今日の朝の電波では、本当に今日だから、本当に今日だからっていう声をかこちゃんの声から聞こえてきていたんですけども、それね、本当に今日なんだったら今日ここに来たらいいじゃないですか。なぜ僕はテレビをこう今日ちょっとつけただけで、要するに理由が欲しかったんでしょっていうことなんですよ。合わない理由で、僕が一番衝撃を受けたのは、結局昨日、インターネット上で僕との心の声との受け答えをしていた内容が一切合切も消えてた、編集し直されていたっていうことなんですよ。テレビ局の連中に。
わかります？この事態。真実っていうものが完全に隠蔽されようとしてるんですよ。もう昨日は、昨日の晩はそれでこちらも、そういうのかなりの土砂降りでした。それしちゃダメなんですよ、絶対に。放送法第6条の2に抵触するから。人災。災害地への補償に関しては、それテレビ局の人がしなきゃならないということになる。三振度以内の請求。最初から稼げるような世界なんかなかったっていう話になります。そもそも、報道に関してもそうだし、音楽業界もそうですけども、髪の毛染めることぐらいやめられないような人間をテレビに出してる時点で、ダメダメなんですよ。根本的に根性がないから。少年が曲がってるから。性格が悪いから。不良化してるから。で、自分でそれを認められない人たちだから。だから、AI によっての、曲作りっていうものが今進んでいて、あれだけ高いクオリティで次から次へと曲は出てくる。ただしそのからくりはしっかりと調べてみなきゃわからないんですよ。本当に全てが全て、AI が曲作ってるのか、そのありえそうなパターンは、海外でもともと売れてた曲とかをああいう風な形で AI が編集し直して、作ってるっていう可能性もありますから、昨日もまた新しく、曲出てましたね。君の隣は遠いだとか何かまあそういうふうな内容の、ものなんですけども。まあだから、かこちゃんは手話スピーチをしていた後、隣に老人男性2名座っている。まあ、僕の隣には座ろうとしない。お茶の方や、心の声とかで話していた内容とかでは僕のことが好きだったりだとか初恋の人は僕だったりだとか、まあ、手話スピーチのところで言うとその結婚希望相手は佳子様ですと、私もそれでいいっていうことを言ってるんですよ。だけどその部分がなくなってるんですよ。で、そういった内容は一切合切なくなって、今日また姉が無理やり僕の家に入り込もうとしてきた。で、鍵を取り上げたと。まあ、この辺の鍵屋に関しても、2軒あるうちのどちらか1軒が必要ないんですよ。そんなに人いませんから、鍵屋さんがそんなに必要なわけがない。まあこういうふうな状況の中で、その佳子ちゃんたちの方もその9月5日に共同訴訟人としてその法廷に出てきてくれるつもりなのかもしれませんけども、僕からしたらもう不安で不安で仕方がないんですよ。で、あと、昨日も報道ステーションで最初、まあだいぶ前も見せられた映像なんですけども、もう白髪の、老人2名の議員、僕は本当は NE の残存量問題だからっていうことを、述べたら笑いながら、本当は NE の残存量問題だからとか、多分そういう奴らが我が天下とか我が天下戦国府の中に混ざり込んでる、高額所得者で高い年金もらってるからたくさんお金を使って上の方の官職にいる。だからその辺のところもだいぶ、他の裁判とか進んだらその辺のところもあぶり出したいし、いやもう開き直ってるやつとかいるんですよ。我が天下とかで僕がエネルギーの残存量問題を何回も何回もコメントして警鐘を鳴らしていて、でその中で、開き直った返答をしてくる人間がいるんですよ。明らかにこいつ老人だなっていうやつで、民法720条、
正当防衛102、これはもう第三者にも使えるものであって、それは20億人の命が関わってあるエネルギーの残存問題のはるかに、要件を上であって、そいつらを守るため の, あ の, その老人男性とかに、開き直ったことを言ってるような、我が天下我が天下戦国風のプレイヤ ー, ではありませんから、その辺のところは、コンピューターの稼働もしっかりしてください。いつまでたっても内容が固定できてないそのコンピューターのシステムだとか、正直、そのコンピューターの、その、今、スーパーコンピューターで一番性能が高いのはアメリカなんですけども、アメリカのその設定も、どういうふうな設定にしてるのか、国連としても。その辺のところで、その設定を今の時代でも分かっている人たちがいるのか、存在するのかっていうことなんですよ。これも分かんなくなってるんだったら、もう誰も手つけようなくなりますよ。だから特定機密保護法案だとか、いらない法律ばっかり自民党の人たち作ってたでしょ。だから隠蔽なんかしようとするからですよ。隠蔽イコール絶対してはならないことだから、あと、佳子ちゃんもどういうふうなことを淡井圭介、淡井圭介のその心の声が聞こえてきたときに、どういうふうな返答をしたのかっていうことを自分でメモしておいてほしい、本当に。そうじゃなかったら、裁判で自分たちが優位に立ち回れないですし、僕が今言ってる裁判っていうのは、普通な、僕の提案でできた番組とかに関して の収入だったり、スポーツ業界に関して、それもあんだけ苦しい思いして、貢献してきたんですから、まあ、もう 2.5% ぐらいは絶対いただかなかったらならないし、まあ、オリンピックの解体の方向でも、まあ、みんな動いてもらわなきゃならないですし、もう全員生き残ることの方が上ですから。メタンハイドレートなんて多分昔から掘ってるでしょうし、それも他の国会議員の人たちとかだったら知らない人たち多いんですよ。どれぐらい掘っていて、どれぐらいの深さでだとか、あとどれぐらい採掘できそうだとか。メタンハイドレート、僕の小学生の頃からメタンハイドレートの話なんかテレビで放送してるんですよ。いつから掘り始めていて、残りの残存量がどれぐらいなのかすらわからない。で、それを掘っていて、海外からの輸入量なのか。だから世界国勢税に関して、満州国とか朝鮮半島とか台湾、フィリピンも含めての、石油の輸入量なのか。だから人口の表記の仕方が完全に間違えてますから、じゃあ、その一体で、GDP とかを表現していたのかとは。人口を考えたら、まあ大体そういうことになってくるんですよ。そんな人口でそんな GDP ないでしょっていう話になる、なりますから。ではもう、どこの国がどれぐらいエネルギーを自然再生可能で賄えていてとか、その前提とかも全部崩れていくんですよ。だから満州国とか中国の一部があるから自然再生可能エネルギーの電力の日本は 11% を超える、内容になっているように見せかけているだけなのか分からないんですよ。もうこんなむちゃくちゃな表記の仕方って分かる人がもうほとんどいないと思いますよ。これもうその辺の課長部長レベルの、公務員の人も分からないと思いますよ。こんな表記の仕方だったら、だって国会議員の人で大臣とか知事経験した人が本当の人口のことをもう忘れてしまってたんですから。把握できてる人間はもう世の中に片っ端からいなくなってしまうんですよ。もうとにかく特定秘密保護法案とか個人情報保護とか、ああいう余計な法律はいらないで、もうもちろん個人情報保護に関して開示する法律もあるのは分かってます。分かってますけども、それを軸にして動いてる人間ほとんどいないんですよ。他の部分を読み取ってしまってますから。コンピューターの稼働もそれでおかしくなってる可能性があるから、だから、まあ、そういう件も含めて、対応していただけたらなと思います。で、まあまあ、このままだったら滅ぶことはまず間違いないのであって。だから、そのあたりのところを、佳子ちゃんはどういうふうに受け止めているのか、手話甲子園でなぜあんなに、仕事中に真面目にしていないで、気張ってないで笑っているのかっていうことになるんですよ。両サイドの老人と。その人たち感覚全然違いますよ。自分の生きてる間ぐらいは石油ガスの輸入があるというふうにしか考えてないですよ。以上です。まあ、
9月5日逃したら次いつ行ったらいいか分からないです。以上です。